ちは。ここは大阪メトロ難波駅です。31番、32番出入り口のある南改札口。この大阪メトロ難波駅は3つの地下鉄路線、四ツ橋線、千日前線、御堂筋線が集結する巨大駅です。駅の出入り口は1番から32番まで32箇所もあります。ここは31番、32番出入り口に最寄りの四ツ橋線ホームの最南端。今回はこの大阪メトロ難波駅の一番出入り口に用事があります。しかしこの場所の最寄り出入り口は32番、一番出入り口まで相当に遠いはずです。しかし難波駅の次の大黒町駅では四ツ橋線と御堂筋線が一つのホームに発着します。もしかしてここ32番から1番まで難波駅を歩くより電車で大黒町駅を一旦経由した方が早いのではないでしょうか。ということで実験です。まずは徒歩ルート、32番出入り口から難波駅を普通に徒歩で移動して1番出入り口へ。そして電車ルート、四ツ橋線で大黒町駅を経由、御堂筋線に乗り換えて難波駅の1番出入り口へ向かいます。それでは早速難波駅の移動は徒歩が速いか電車が速いか実験開始です。ここから徒歩と電車上下2画面になります。画面上が徒歩ルート、画面下が電車ルートです。徒歩ルート、電車ルートともにスタートです。ここから3倍速でご覧ください。画面上、徒歩ルートはまず四ツ橋線のホームを進みます。画面下、電車ルートは四ツ橋線で難波駅から大黒町駅へ進みます。画面下、電車ルートはもう大黒町駅が見えてきました。画面上、徒歩ルートは四ツ橋線のホームから改札コンコース階へ進みます。画面下、電車ルートは大黒町駅に到着。画面上、徒歩ルートは千日前線ホームへ進みます。画面下、電車ルートは大黒町駅の改札を一旦出てすぐにまた入り直します。画面下、電車ルートは大黒町駅から御堂筋線へ向かいます。画面上、徒歩ルートは千日前線ホームを突き抜けます。画面下、電車ルートは大黒町駅から御堂筋線で再度難波駅へ向かいます。画面下、電車ルートは難波駅に向けて大黒町駅を出発しました。両者ともに目指すは難波駅の御堂筋線のホームです。難波駅の駅の中、32番出入り口から1番出入り口への移動、もし電車が勝ったら面白いのですが、どうなることやら。画面上、徒歩ルートは御堂筋線ホームへ到着しました。画面下、電車ルートも難波駅の御堂筋線ホームへ到着しました。難波駅一番出入り口は御堂筋線ホーム最南端が最寄り、電車ルートは降りたところが最南端。しかし徒歩ルートは御堂筋線ホームの最北端から最南端まで歩かねばなりません。電車ルートは一足早く難波駅の改札を出ます。徒歩ルートはまだ御堂筋線ホームを進んでいます。電車ルートで御堂筋線ホームに降りた位置、ようやく徒歩ルートも到着しました。画面下、スタートから8分30秒、電車ルートは難波駅一番出入り口に到着しました。
画面上、徒歩ルートは遅れること1分30秒。難波駅の改札を出ました。徒歩ルートも難波駅一番出入り口を目指します。電車ルートから遅れること1分半、徒歩ルートも難波駅一番出入り口に到着しました。難波駅の32番出入り口から1番出入り口まで駅を歩けば10分、電車を使えば8分半。なんと難波駅の駅の中の移動、電車を使った方が早いという結果になりました。難波駅の駅の中の移動は、駅の中を歩くより電車で移動しましょう。いや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 、いくらなんでもそんなわけはないはずです。もう一度地図で確認してみます。なんということでしょう。1番から32番まで地上を歩けばすぐではありませんか。直線距離で250メートルしか離れていません。それを駅の構内を真面目に進んだために730メートルも歩くことになってしまいました。ちなみに電車での移動距離は約2キロでした。それでは先ほどと同じ3倍速で、今度は地上で1番出入り口から31番、32番出入り口へ行ってみます。難波エリアは地下鉄の御堂筋線、千日前線、四ツ橋線のほか、阪神近鉄、南海、JR の合計6つの駅があります。そのうち四ツ橋線と JR の難波駅は難波の西端に位置しており、難波中心からは遠い位置にあります。その2つの駅は、開業時の駅名は難波駅ではなく、四ツ橋線が難波元町駅、JR が港町駅でした。以前の動画で、南海難波駅から JR 難波駅まで、徒歩と新今宮駅経由の電車で、どちらが早いか検証しました。その時も、今回同様、難波を歩くより、新今宮駅経由で電車で移動した方が早いことが分かりました。その時の動画は動画説明欄にリンクを貼っておきます。よろしければ後ほどご覧ください。そのように、難波と一口に言っても難波は広大。駅の出口を間違うと苦労します。難波駅一番出入り口から歩くこと4分。実際には信号待ちに1分使ったので実質3分ですが、難波駅の31番出入り口に到着しました。今回のようにホームを真面目に歩けば約10分、電車を使えば約8分半、でも地上を歩けば約5分です。お待たせしました。スタート地点、難波駅南改札口、32番出入り口です。現在地31番32番出入り口から難波駅の出入り口までホームを真面目に歩いたら約10分、電車で大黒町駅を経由するルートなら8分半、そして地上を歩いたらわずか5分。難波駅の駅の中の移動は地上を歩きましょう。